お、少なくなったね。左肩下がらなかったな。ああ。左肩。やっぱいいんかい。はい、オッケー。そう、何番？7番。だいぶ飛んでない。145ぐらい。よし、じゃあちょっと打とう。そう、何番？4番と。よっしゃ。おぉ。よーく打つな。だいぶ伸びたよな。よっしゃ。あ、でもあんま言うことないな。うわぁ、これは。うわぁ、だいぶだった。だいぶだったな。うん。で、あれは、飛ばんように意識して直した。それとも、なんか、違うポーズやってるうちに、全然飛ばなかった。意識して、飛ばんように意識してなくて、2回目に言った、ポイントのどっかのポーズを意識してたんだよな。おぉ、いい直し方やね。あれを要はさ、スイングでこう、ここが悪いから言って、ここを直そう、ここを直そうっていう人多いけど、あれは間違いない。いい動き。悪いことよりもいいことの方がずっと追い越したな。必ず悪いとこなくなっていくから。いいとこ直していこう。よし。最近成長しましたよ的ななんか動画になってしまうよ。ちょっとどうやるの。いいね。おお、いや、いいよいいよ。お前よく来るな。お、軽く200いってるな。そんなにな、振り回してるわけでもなく。これもな、いいミス。マスを取るんですか。ちょっと右に行ってるやつ。ちょっと右に行ってるときはちょっと こっち来てるから、もうちょっとボールを置いたらボールのこの辺、うんうん、その辺に向かってちょっと押し込んでいく。このラン、このラン、ボール当たらんから。おお、そうしたら戻ってくる。じゃあラスト。あ、オッケー、オッケー。もう一発いっとこう。こう、ビヤーと、高いな。めっちゃいいやつ。さあ、皆さん。僕の成長を見てください。僕がこんなにいいボールを打てるようになりました。バイ凌介。最後、おー、オッケー。